皆さんこんにちは、うさです。最近ハイドさんが自他界っていうのを疑う先生がいるっていうことで怒りの動画を作ってたじゃないですか。で、彼はすごい憤慨してたんですけど、私はあれは普通の人の反応だと思ってるんですね。人格乖離っていう病気は普通の人には分かってもらえない。自分自身も自分たちの動画を見ておかしいことをやってるなって思います。人格乖離の人は多く演技じゃないかっていうふうに言われるんですね。で、私自身も他の人格乖離の人を見た時にやっぱり演じてるように見えちゃうんですね。だから私のことも他の人が見た時に、あ、こんな風に演技をしてるように見えるんだろうなっていうふうにすごい思います。で、何度も自分で考えてるんですけど、例えば仮にハイドさんが演技だと仮定して考えるんですよ、自分のこと。でもそうするとそれはそれでいろんな矛盾が出てくるんですね。まず一つ何かっていうと、私自身は美しくて前向きに生きてる女性に憧れてるんですよ。なのにハイドさんっていう姿はその理想から遠くかけ離れた人なんですね。むしろハイドさんっていうのは、まあ、あれが女性だとしたら、まあ、絶望的な姿というか、とても女らしい人柄ではないじゃないですか。演じてるのだとしたら、なぜあんな人間を演じてるのかっていうのが説明がつかないんですよ。だってあんな風に私は思われたくないんで、やっぱり女性として素敵っていう風に思われるようには私は映りたいですよ。だけどハイドさんみたいには私は思われたくないので、こんな言い方したらハイドさんに申し訳ないですけども、演じてるんだとしたら、まあ、いわゆる男装女子というかコスプレというか、もしそうだとしたら変身できるっていう楽しさがあると思うんですね。でも私は楽しくてハイドさんになってるわけではないというか、やらずにいられないからやってるみたいな感じなんですね。あと、まあ私がやってるというか、ハイドさんサイドから言うと自分が出てきたくて出てきてるって感じですかね。ハイドさんは確かに私の解放の姿ではあると思います、自分で分析した時に。だけどそれは私の出せなかった怒りとか悲しみの姿なんですよ。だからやっぱり演じてるとはちょっと言い難い。演じるんだったらやっぱり楽しいのを演じたい、私は。で、彼がもし演技なのだとしたら、私も演技だと思うんですよ。その化粧をしたり、女らしく振る舞うことで、あたかも自分を女性に見せている。で、それにもし理由があるとしたら、社会に合わせてる姿、社会に媚びてる姿だと思うんですね、私のこっちの方は。だから、私は自分が自分に感じなかったりとか、自分が生きてるっていうことに現実味を感じない。性同一性障害なんじゃないかということも考えたことがあります。私はずっとハイドさんが自分自身だと思ってたんですね。だから自分のことは性同一性障害だと思ってました。でもお医者さんに行ったことはなかったんですね。覚えてらっしゃる方もいると思うんですけど、 YouTube 動画の活動を始めた時も私は性同一性障害だっていう風に言って動画活動してたんですよ。だけど本当の FTM の視聴者さんから、あなたは FTM じゃないと、人格乖離じゃないかっていう風に言われたんですね。で、確信のないことを言い続けるのはダメだと思って病院に行ったんですよ。それがきっかけだったんですね。で、病院に行って
まず性同一性障害じゃないかっていうのを見てもらったんですね。そしたら私は普通の女だっていうふうに診断されたんですよ。全くその疑いはないと。でもそうなるとハイドさんっていうあの姿が疑問に残るじゃないですか。で別の病院を紹介されて、そっちのお医者さんに見てもらった結果、人格乖離だと。女の私と男性のように見えるハイドさんと価値観とか人生観が合致しない、別の人みたいになってしまってる。で、私が病院に行く前から自分に見られた症状なんですけども、男と女の2つの価値観がある。まあ今この動画を見てくださってる方もおそらく私の姿を見て男性には見えないと思うんですよ。でもちろん私は女性ですよ。私は女らしく生きたいし、何か女としてコンプレックスがあるとかっていうのは全然ないです。でも彼はそうじゃないじゃないですか。だからもうそこがおかしいっていうか、自分の考えに二つの意見が常にある。これが私も学生の時からずっと自分で不思議に思ってたんですけども、例えば分かりやすいところで言えば、素敵な男性と会ったとします。私は、わあ素敵な人だな、かっこいいな、とかって思うんですよ。女の私は。だけど、一方で、もう一人の自分は、なんだあいつムカつくな、とか、羨ましいとか、それってもう同性の見方なんですよね。嫉妬したり憧れたりっていう。でも私は女なんですよ。そこがなんかもうおかしいんですよね、感覚が。素直に、わあ素敵って思う気持ちと、なんだこいつムカつくっていう、両方の気持ちが常にあるんですよね。で、ここももう乖離してるとこだと思います。で、私は女らしくありたいってすごい思ってるんですね。でもその反面、この女の姿である自分をものすごく嫌ってる自分ももう一方にいて、自分がこの女の姿であることに絶望すら感じてる自分がいるんですよ。もう人生終わりだって思ってる自分がいるんですね。それがハイドさんなんですけども、で彼はやっぱり男なので女の肉体っていうのはもう許せないんですね。でも私は女だからこの姿が当然だと思ってるし、これが何かおかしいと思ってないんですね。もうそういう風なところとかももう変なんですよね。あとも自分のことを俺って言い出す、その男言葉を使い出したりとか、それから自分が妊娠することが許せなかったりとか、女らしく生きたいと思ってるのにそうじゃない自分がもう一方にいるという矛盾。特に私はその性別っていうところで価値観の分裂、人生観の分裂っていうのが出ていました、子供の頃から。だからもし私が乖離でないとしても、何かの感覚がおかしいっていうのは確かだと思うんですね。で、これを人によって個性に見える人もいれば、変わり者って思う人もいるでしょうし、病気に見える人もいると思います。周りの人が私を見てどう捉えるかっていうのはもう周りの人次第だと思うんですね。で、それは私が私を見ても同じだと思ってます。自分が病気だと思えば病気なんだと思います。だけど個性として捉えられるんだったら、できればそう思いたいなって思いますね。自分のことをやっぱり好き好んで病気とは思いたいわけではないので。で、私は病院で人格乖離っていうふうに診断されたんですけど、まあ、その診断に対してなんですけども、私は不満はないです。ハイドさんも不満には思ってないです。むしろ性同一性障害じゃないっていうふうに言われたことで私は安心しました。私は女でありたいので、何も男になりたいわけじゃないので、ホッとしました。で、人格乖離って言われて、私とハイドさんと二人いるんだっていうふうに言われたことで、私もハイドさんもものすごい幸福感に包まれたんですね。今まで自分たちの人生の中で複雑に私とハイドさんはもつれ合ってて、全然自分たちが自分たちらしく生きられなかったんですよ。だけどもお医者さんに乖離だっていうふうに言われて、私は私、ハイドさんはハイドさんって言われたことで、
お互いが自分らしく生きることができるようになったんですよ。複雑に絡んでた糸がお医者さんによってほどいてもらえた。やっと私は女らしく、ハイドさんは男らしく、それぞれの人生を歩むことができるようになったっていうことにすごく幸せを感じてるんですね。だからお医者さんの診断に私たちは不満はないです。だからこの動画を見て、私たちのことをおかしいな、何やってるんだっていうふうに思う人はもうごくごく当然だと思いますし、私たちも自分たちがこれが正常だとは思ってないです。で、自分たちもこれが本当に乖離という病気なのかどうかっていうのは疑って考えるんですけども、それはそれでいろんな矛盾が出てくる。なのでやはりお医者さんが診断したように人格乖離者であるというふうに結論付けるのが一番理にかなうのではないかっていうふうに思っています。で、私たちもそのお医者さんの診断に不満はないということです。なのでちょっと今日は私が出て喋ったんですけども、私はハイドさんほど話が上手じゃないので、ちょっと彼みたいにはうまく話せなかったかもしれないんですけど、これからも私は YouTube 活動を続けていきたいなと思ってますし、私自身もハイドさんのファンなんで彼の動画をすごい楽しく見てるんですよ。なので彼にも動画活動はずっと続けてほしいなって思ってます。以上、久しぶりにこちらの動画に出てきたウサでした。ハイドに人格乖離相談、精神的なことで相談をしたいという人、電話とメールで受け付けています。詳しくは動画の説明欄から。